神奈川ビジネスアップトゥーデート。今回は社会を支える鋳造技術を特集。橋や発電所、ビルなどあらゆる場所で求められる巨大な鋳造製品。長年その技術発展を支えてきた企業から業界の今と技術の可能性を探ります。日本の鋳造産業の生産額は現在およそ6500億円余り。バブル崩壊、リーマンショック以降減少が続いています。中国などコストの安い海外製品が競争力を増す中、日本を支えてきた鋳造技術が生き残る戦略とは。今回取材するのは川崎市に本社を置く日本鋳造。1920年、京浜工業地帯の生みの親、浅野総一郎により創業。現在は橋などのインフラや建築物、製造機器などに使用される複雑な形状の鋳物を中心に製造しています。まもなく100周年を迎える日本鋳造。トップを務める鷲尾勝社長に、業界を取り巻く今と独自の技術力について伺います。鷲尾社長は、はい、まあ、JFE から、はい、まあ、2年目こちらに来られて2年目ということなんですけれども、はい、ここは強みだなっていう部分と、ね、あ、ここは自分が何とかこうもう一度競争力を持たせなければいけないっていう部分と両方あったと思うんですけれども、ね、それぞれ教えていただけますか。まず、ね、強みはですね、とにかく、歴史が、まあ、今度2020年で100周年なんですけど、はい、それまでこうやってこれたですね、うん、一つのまあ、そういう営業力といいますかね、はい、は、あの、要するに お客さんの多さ、まあ、そうい こう実績ですよね、うん、これが非常に、大きなものがあるなと思いましたね。それに伴って、それとともにですね、商品開発力、それと、まあ、それ以外にですね、いろんなニーズに対応して、うん、ものが作れる、そういう企画力やとか対応力、はい、まあ、これは、あ、まあ、その本当の単に鋳物じゃないかと言われるんですが、うん、そこにはかなり奥深い技術力と、販売力があったなと。その鋳造というね、今の業界全体を俯瞰して語っていただきたいんですけども、今日本における鋳造業というのはどういう状況なんですか。これはかなり厳しいですよね、うん、生産量も年々下がってきております。で、そういう意味では私どものお客様っていうのはですね、機械メーカーさんであったり、うん、まあ、そういうところなんですけれども、そこはやはり、さらに、自動車さんだとか、半導体メーカーさんとか、そういうお客さんになっておりまして、やはり日本全体のその経済が上がってこないと、皆さんがこう仕事がないということなんで、自動車さんも一部海外に行かれたりしてますし、まあ、そういう意味では機械メーカーさんも、まあ、日本の競争力が昔ほどないという意味で、そこら辺の仕事がどんどん減りつつあるんじゃないかと、その中で、もちろん弊社にいただく、まあ、鋳物業界にいただく製品のオーダーもですね、一部海外品にシフトしていったりですね、そういう環境の中では、全体的にその仕事がどんどん減っていく方向ではないかというふうに思います。まあ、そういう中で日本鋳造じゃなければできないものをやっていくんだと、はい、いうことになっていくわけですよね、はい、その5000社の中で、まあ、ある意味頂点というところで、頂点ではないんですけど、うん、まあ、そういう、こう大手という意味では日本を代表する鋳造メーカーであると思うんですけれども、はいはい、まあ、イメージとするとですね、すごく大きいものを、まあ、作っていく、はい、あの橋橋脚、あの橋梁に使うところの、まあ、支承であるとか、そんなイメージなんですけれども、はい、どうなんでしょう、その作っていっているものの流れといいますか、変化っていうのは。それこそ自動車用部品、それから造船用部品、だったりで、その中で、
もちろん橋の指標もあったわけですけれども、その中でいろいろ弊社でしかできないもの、あるいは特徴があるものというふうにこういろいろ取捨選択されてきて、はい、で今の形が残っているわけです。で今大きく分けますと、そういう、インフラ関係の鋳物ですよね。でそれと機械部品関係の鋳物、いろんなさらにさっき言いました機械メーカーさんだとか、半導体の露光装置を作るメーカーさんだとところに、出していると、比較的それは大きなものですよね。いや本当に大きいインフラに使うものから、はい、それこそ半導体っていうところの世界の、ミクロなものを支えるものであるとかっていうところで用途が多様なんですけれども、はい、ちょっと改めてですね、鋳物っていうものの、特性というか、こう鋳物じゃなきゃできないものっていうんですかね、そういうものっていうのはこう見てる方には理解していただきたいんですけど、どうなんですか、鋳物の強み。できないってことはないんだと思うんですけれども、どちらかというとそのいろんな形に近い形で作りますよね。もともと素材を塊から作ると、削る量が多かったり、加工する量が多かったりするわけですけど、その製品の形に近い形のものを、作って、で一部加工するということですので、そういう意味ではその、工程が削減されるというようなことだと思うんですよね。その一つのものを掘り出して作るよりも、早く確実にものが作れるっていうところ、ということですよね。そういう鋳物ではなければできないもの、もしくはこう鋳物で作った方がより良くなるものっていうことを多分提案されてきたと思うんですけれども、その中で今、グローバル経済ということで、各国でもですね、さまざまな鋳物の技術っていうのがキャッチアップしてきてると思うんですけれども、その日本鋳造でなければできない鋳物の技術っていうのはどういうものかな。今商品で一番宣伝していますといいますかですね、いろいろ標語をいただいているのはですね、堤防貯材レックスというものですけれども、これは非常に膨張が、少ないと。鉄って普通膨張、温度上がると膨張するものなんですけれども、膨張しないものというのを今力入れて開発しています。これまでにない独自の技術力、日本鋳造が開発した膨張しない金属とは。長年受け継がれてきた日本鋳造の技術力、製品の仕上がりを決定する正確な模型を成形し、周りを特殊な砂で固めてできる鋳型を製作、この鋳型に高温の熱で溶かした金属を流し込む鋳込み作業を行っていきます。冷却した後、鋳型から取り出して加工、組み立てや計測などを行い、最終製品へと仕上げます。強度が高く巨大な製品である一方、繊細な加工が求められるものづくり、こうした日本鋳造が誇る職人技とともに、今注目されているのが独自の素材開発力です。通常の金属は熱によって変形が起こりますが、日本鋳造ではこの変形を極限の精度で抑えた合金レックスを開発。金属をはじめとした材料はですね、温度が上がりますとどうしても伸びたり、冷やしたら縮みますですね。でそういう寸法変化というのが精密装置では非常に厄介ものになります。でレックスというのはですね、そういう温度変化があっても、もう全くですね、伸びたり縮んだりしないという材料です。結局お客様の使い方がですね、もう千差万別なんですよ。例えば湿気て錆びちゃダメだとかですね、あるいはこう何ていうか、物っていうのは自分の重みでもちょっと変形したりするんですけども、そういうものもあってはいけないとかですね、
ちょっと想像つかないような非常に高いハードルをですね突きつけられますので、まあ、それを一つ一つこう解決していくといいますかね、その辺が一番難しいですね。宇宙事業や半導体の製造、防衛分野など過酷な環境にも耐える素材を自社で開発し、付加価値の高い製品を作り出しています。なんかこう鋳物って本当に溶けた鉄を流し込んで型を作って、まあ、そういうシンプルなものに思えるんですけれども、はい、いやいやそうじゃないよと、はいはい、もちろんそういうシンプルなところもまだあるんですけれども、あるんですけれども、さらにそこからいろんなそういう特性をパフォーマンス上げていくというような方向をやっぱりこれから打ち出していくということだと思うんですよね。でも意外ですね、その何でしょう、半導体を作るプロセスの中の、まあ、機械がありますよね、はい、それを支えるのにそんなこうレックスのような膨張しないという土台が必要なんだっていう、はい、そのニーズの意外さというか、はい、そういうところに鋳物っていうものが求められるんだっていうのに、ねね、ちょっと驚いたんですけど、ね、やっぱりそういうことの意識の高い研究の方が おられることが一番大事じゃないかと思うんですよね。じゃあますますそういった合金の、ね、まあ、複雑な合金のそういった新しい配合をこれからもどんどんやっていくっていうことで、はいはいはい、そうですよね。それはやはり機械用部品、特にまあ半導体関係の製品であったりですね、それ以外に今商品開発しております低膨張材というのが非常に今後期待できるんじゃないかなと思ってます。ここのニーズは伸びていく、間違いなく伸びると思いますね。間違いなく伸びていく、はいはい、はこれどうしてその半導体の製造過程においてその鋳物の土台っていうものが必要とされるんですか。はい、これはですね、全体的な大きな、フレームですよね。フレームの中に、レンズがありまして、うん、でそれで焼き付けるというようなことだと思うんですけれども、うん、その中で、どうでしょうね、やっぱりそういう形の、ものを作るとしたらやっぱり鋳物でしかできないのではないかなと。それは鋳物でやることの安定性、まあ、安定性もありますし、うん、まあ、その複雑な形に対応できるということだと思うんですよね。そうか、つまり複雑な形っていうものを実現するのが鋳物であって、はい、じゃあその複雑な形を実現するのはじゃあ他の海外の新興国にできるかというと、それはまあ、時間はかかりますし、やっぱり精度っていうのは、かなり差があると思うんですよね。まあ、単純な形の鋳物であれば海外のメーカーでもできると思いますけど、やっぱ複雑な形になればなるほど、日本でやってる、日本鋳造がやってることが大事ではないかと思ってます。はあ、そこはさらに複雑になっていくんですか。可能性はありますよね。これも半導体の世界って日進月歩ですから、これはいろんなチェンジがあるんではないかというふうに見てます。新たな技術開発と革新が求められる鋳造業界、日本鋳造が見据える今後の成長戦略、そして未来の姿とは。これからですね、はい、日本鋳造さんもまだまだメイドインジャパンとしてずっとこう生き続けていただかなきゃいけないわけですけれども、はいはいはい、そのためにはどういう会社にならなければいけないと思いますか。これはやはり仕事の仕方ももう少しその昔とは違った今風の、今の世の中に合う働き方をしていこうではないかと。なるほど、はい、まだ昔の働き方がまだ継続しているような感じを受けますね。うん、例えばどういうところが変わっていくんですか。これある意味ワークライフバランスも含めてですね、やっぱり、仕事、昔は仕事ばっかりというような、こともありましたけれど、今はそうではなくて、やはりちゃんとした生活をしっかりやっていて、かつ会社が、成長していくというのが、そうですね、これはないものでありかもしれませんけど、これは非常に目標としては目指す方向だというふうに思っております。そういう中でじゃあそのビジョンといいますか、鷲尾社長がじゃあこれからその成長っていう部分の
そうですね、ワークライフバランスを重視する上に付加していくものっていうのは何ですか。はい、まずやはりこの製造実力っていうのを上げていくということだと思いますよね。これはやはり生産性であったりですね、品質であったりで、それをこうあの仕事の時間でカバーするんではなくて、仕組みでカバーすると、仕組み作りだと思うんですよね。ある程度この人の仕事の見える化ですよね。どちらかというと弊社のようないいものをやってる会社っていうのはですね、まあ、人が人の集約みたいな仕事がありましてですね、で一体その誰がどんだけ寄与しているのかというのが非常に分かりにくいんですよね。まあ、これはある意味ビジュアル化してその寄与度を明確にする、それと個人別に課題も出てくるみたいなこともあると思うんですよ。なるほど、それはなかなか面白そうですね。はい、まあ、チャレンジング、まあ、それはでも世の中の巷のメーカーではですね、当たり前にやられてるようなことだとは思うんですけれども、それをやはり積極的にキャッチアップして捉えていって上げていくということだと思うんですね。でそういうことをやることによって、まあ販売量が増えればいいなということなんですけど、これはですねやはり環境にですね、環境の変化に迅速に対応していくというか、対応してついていくということが一番大事なことではないかなというふうに思っております。スピードですか。スピードよくですね、あと、まあ、フレキシビリ、はい、まあ、そういうところと、あとはその広く、まあ、世界に向けて販路を広げていくっていう、はい、まあ、そういうチャレンジもしていかれると思うんですけど、これはやはりですね、こういう見方っていうのは、ね、グローバル世の中に、まあ、世界の方に目を向けていくとですね、これ日本の中で仕事をしている限りは、そういう目は養えないわけですよね。やはりその自分で初めて出て行って物を見ていろんなものを感じて初めて分かるわけですね。やはり、そういうことにこう打て出ようとすれば、いろんな人が海外に出て行って、いろんなものを感じてきていただかなければダメだと思うんですね。そういうのを積極的にやっていこうというふうに思ってますね。どうしても今まではもう日本の中だけで、まあ、お仕事がいい意味でも悪い意味でもやれていた、はい、まあ、そこをやっぱり大きく視野を広げていく、広げていくということ、これがやはり、まあ、将来に向けて、今後、まあ、今度2020年で100周年になりますけれど、はい、さらに100年200年と、生き延びて生き、まあ、続けていくためには必要なことだと思いますね。うん、広く海外を見ていくことも必要になっている。必要です。その中でじゃあ海外をターゲットにしていくとしたら、どこを見据えていらっしゃるんですか。やはり先進国である、ドイツとか、うん、まあ、ヨーロッパであったりアメリカであったり、まあ、こういうことですよね。ここはやはり、まあ、本来、まあ、地場でやってらっしゃる鋳物メーカーさんもまだたくさんありますし、アメリカでもあります、まあ、そういう意味では先端の鋳物というのはそれぞれの国で作ってらっしゃるということなので、そこに日本の品質のいいものを、持っていけばですね、一部お使いいただけるお客様はいるのではないかなというふうに思っています。やっぱりそのレックスのような新しい、はい、高機能なものにニーズがあるだろうというのがある意味先進国、はい、そうですね。じゃあこれはこれから探っていくところ。そうですね、まあ、いろいろマーケティングを含めてですね、まあ、展示会に出してみたりですね、まあ、そういうことを繰り返しながら、まあ、これ出たからすぐ効果が出るものではないですけど、まあ、こういうのを始めてですね、やはり何年もやっていく中でだんだん増えていくものだと思いますので、まあ、そのお客様からですね、やはり、日本中ではなければならないというご指名をいただけるように対応していくことだと思うんですよね。もう品質も中国と変わらない、対応も変わらない、納期も変わらないというふうになればですね、それはもうじゃあお前のところなくていいよと言われてしまうわけで、そこにかなり差をつけて、頑張っていくということだと思うんですね。2020年に100周年を迎えるという日本鋳造で、正直ですね、ここに来るまで、まあ、長いものの歴史の中で、まあ、これ以上の技術の革新というものがあるのか、
またはですね、もうすでにアジアにキャッチアップされているんじゃないかと、まあ、そんなような思いで来たわけですけれども、実際ご説明をいただいてですね、まあ、最先端の半導体の、まあ、製造のプロセスで必要な露光装置、まあ、これを支えているのが日本鋳造の、まあ、低膨張素材であるレックスであり、またはまあ複雑なですね鋳物の技術であるという話、まあ、さらにですねその鋳物を作るための型ですね、この型を作るのも非常に熟練工の技が必要になっていると、鷲尾社長のいやまだまだキャッチアップはされないんだという言葉に光が見えたような気がしました。あとはですね、まあ、会社の改革やっていくというお話でした。まあ、重工長大というもうイメージ通りの働き方から、これからはもっと時代に合わせたスピードアップ、フレキシビリティが必要なんだと、これをやっていく、これが効率化が進んでいくとですね、まあ、さらに収益力がアップしていくと、さらに今までは日本だけを見てきたのを世界に向けて販売力、営業力をこう広げていくんだというお話ありました。まあ、これが実現していけばですね、こう日本鋳造の巻き返し、メイドインジャパンがここで生き続けていくということが実現するのではないかなと思いました。